皆様は森安智則という男の名を聞いたことがありますか？私はあります。森安智則は私の中学の同級生で、うちの学校のナンバー2、もうとんでもない不良だった男です。森安の残忍冷徹な悪行は、掃除の時間自分より目立っていたという理由で谷本浩二をいきなり殴り、アマレス出身の体育教師武藤を給食に追い込み、数学の授業中早稲田智子先生の尻をペンで突く、とんでもない男だったのです。私は今でも先生が尻を突かれた後に出した声、エッチが忘れられません。ありがとう森安。さらにアクセルを踏んだ森安は、学校で一人を争う美女アイウラさんと付き合い始め、みんなに見られているのを分かりながら、いやむしろ見せつけるように、ある日使用されていない教室でガチでアイウラさんと始めたのです。ああ、僕のアイウラさんが、アイウラさんがめちゃくちゃにされていく。やめろ森安。いや、もっとしてくれ。うわー、陰獣の戯れを見せつけられた私の脳は狂い、もはや自分でも制御不能になっていた。だがその晩、陰鬱の極みに達していた私の脳が悪魔的解決策を導き出した。アイウラさんと同じソフトテニス部に入り、森安からアイウラさんを奪えないか、下手したら殺されるかもしれない暴挙、成功率 0% の愚策、誰もがそう思った。だがこの愚策が後に奇跡的にも成功することになるとは、この時は誰も知る由もなかった。早速私はテニス部の谷本浩二に頼み込み、部活に参加させてもらった。するとその2日目、女子と合同で練習することになり、私はアイウラさんと打ち合うことになったのだ。アイウラさんと私が奏でたその音はパコパコ、誰が何と言おうとパコパコだったのです。しかも初めてでうまくパコパコすることができず、途中で終了してしまった私に対して、アイウラさんは最初だし仕方ないよと優しくフォローしてくれたのです。その時、アイウラさんはうまいもんね、すごいな、ゲヘヘと返した時の私の顔は、おそらくこの世で最も醜悪なものになっていたでしょう。森安からパコザルを寝取ることに成功した私はテニス部を退部しました。その後森安は高校に全落ち、風の噂では無事シャブ中になったと言われています。かくいう私も脳が狂い、受験に大失敗、転落人生を爆走中です。アイウラというと関係を持ってしまった2匹の猿、2人の物語をまだ始まったばかりです。